シマイシガニは、エビメカニシタメワタリガニカニ分類されるカニ。肉が微味で、食用とされる。地方名としてトラガニ、ゴトウガニ、キリストガニなどがある。ガザミなどとの根性でワタリガニと呼ばれることもある。中国語では、標準名のサビハンの他に、ハンモンがあり、地方名に、ハナガニ、ハナ、ハナハン、ハナクレナイガニ、ハナフタガニ、クレナイガニ、ジュージ、 十字ガニ、アイシロガニ、イシゴ、ヒ、ショウコウ、ハナゴなどがある。これらのうち、や、の字は、渡りガニ類を意味する。英語では、クロスクラブ、クロス、マークとクラブ、クリストクラブなどの属称がある。インドネシア語では、ラジュンガンカーラン。トゲの位置と数。A、コーラ全園のトゲ。M、ハサミアシナガブシのトゲ。P、ハサミアシュデブシと前節のトゲオスのハラメスの。 腹幸福は11から15センチメートルほどで、幸福が20センチメートル甲羅は六角形で、ガざみほど横に長くない。甲羅の前縁に左右各6つの棘があり、太くがっちりした、ハサミ足の長節、腕節、前節にも棘がある。第二脚から第四脚は、不足、第五脚は、遊泳脚になっており、海中を素早く泳ぐことができる。退職にはやや個体差もあるが、 薄い紅色から褐色で、甲羅と挟み足に黒から藍色、または暗褐色の複雑な縞模様がある。他の足には、黄色から白の反転模様がある。甲羅の中央に十字架状の赤い地色の部分がある。このため、キリストガニや中国語の十字ガニという地方名がある。成長段階では、縞模様は鮮明ではない。黒から藍色、または暗褐色の部分は、 茹でたり蒸したりすると鮮やかな朱色に変わる。日本の相模湾以南、中国周辺の航海、東、シナ海、南シナ海、東南アジア、オーストラリア、インド洋、タンザニア、マダガスカルなど、アフリカ大陸東海岸、南アフリカまでの水深10から50メートル程度の浅い砂泥質の海や川口の長官帯に分布する。香港を含む関東省では珍重され、 南シナ海や台湾周辺で漁獲や養殖が盛んに行われている。海藻なども食べるが、食性は肉食性が強く、小魚、五海類、貝類など、いろいろな小動物を捕食する。石の影や砂に隠れて餌を待つ。敵に襲われた時はハサミ足を大きく振り上げて威嚇するが、ハサミ足や不足を掴まれた時は、地切れして逃げる。性質は荒く。 ハサミで相手を挟むと話してくれず、大怪我をする恐れがある。養殖では、バキュロウイルス下の白天病ウイルスによる被害が報告されている。茹でたメスの姉妹シガに復権料理の姉妹シガにのお子は、特に肉がガザミなどより美味として、食用とされる。旬は冬から春である。静岡県や宮崎県では珍重され、高価である。中国広東省、復権省。 香港、台湾などでも微妙な食材として扱われる。洋食はまだできない。香港等の高級店ではいっぱい数千円の料理となることもある。甲羅の中の味噌は、ノコギリガザミなどのようには美味しくないので、主に肉を食べる。甲羅は簡単に剥がせるが、ハザミなどは噛み割ろうとしてもなかなか割れないため、包丁で切ったり、小槌で叩き割ったりして出されることが多い。 調理前に殻を割る店もあるが、旨味が逃げるので良くない。欧米のキリスト教徒からは、甲羅に十字架模様があるため、食用とすることは敬遠されている。ありがとうございます。